曜日のルヴァンカップ第5節静岡ダービーが行われ、両チーム若手が大活躍しました。20歳の北川、20歳以下日本代表の小川らをはじめ若手が中心となったこの試合、立ち上がりから球際厳しくいっていました。吉川さん、やっぱり気持ちがこもっていますね。ここが一番大切な部分ですからね、球際のところ良かったですよね、前半22分のシーンも厳しくボールを奪って、それからボールをしっかりつなげました。この辺も全て球際激しくいってますもんね。そうですね。そんな中、不思議を切ったのは岩田でした。藤田のシュートに合わせたのは新井優斗。岩田先制します。その5分後には相手守備陣のミスから詰めていた新井優斗が追加点を取り2点差とします。金子の PK で1点を返すと、後半の8分でした。村田のクロスに飛び込んだのは北川。今シーズン初先発の期待の若手がホームのオセオセムードの中で決め切りました。これで2対2とし、清水食らいつきます。しかし藤田が勝ち越し弾を決めると、後半39分には20歳の上原がドリブルで相手をかわし豪快にシュート。プロ初ゴールを決め、清水を引き離した岩田、ダービーで連勝を飾りました。小さい頃からこうダービーっていうのを見てきて、こういざこの場に立ってまた力が入って臨んで、こういう結果を残したというのはすごい嬉しいです。今日の負けは素直に悔しい。ジュビロ磐田さんという素晴らしいライバルチームがあるっていうことに感謝して、その2チームで、この日本サッカーっていうのを盛り上げていければいいかなと思いますね。では順位表を見てみましょう。磐田はカップ戦3連勝で3位に浮上しました。一方の清水は敗退が決まりました。